イヤー、どうも IG でございます。本日なんですけども、夏の関市場最終局面突入ということで、いやもう夏の関市場結構長い間やってましたけど、もうあと2日3日で終了ということなので、ラスト2日3日で起きそうなことを今回の動画では見ていって、この移籍は起こるのかどうかみたいな話をしていこうかなと思います。一応今回の情報はね、8月29日12時58分現在の情報となっておりますので、ちょっと見た方によっては情報前後してて、もう確定してるやつは確定、もうなくなったものはなくなったみたいな、そういう感じになってるんじゃないかなと思います。今回の動画でね、具体的に何を話すかっていうのを先に話していきますと、まずは無職特集ということで、無職特集、この夏多くの無職たちが就職していくこととなりました。その無職たちの中でもまだ就職先が見つかってない選手たちの話を今日はしていくつもりでございます。そして2つ目はサウジ組ということで、今年の夏の移籍市場、サウジアラビアのクラブたちはめちゃくちゃ多くの選手を獲得していきました。サウジの移籍市場は9月20日までということなので、ここで取り上げなくてもいいかなと思いましたけども、サウジ勢の特集も短いですが組ませていただいております。そして3つ目はチーム問題児ということで、今年の夏の移籍市場多くの問題児が存在していたと思いますが、その問題児の中でも特段目立っていた2人の去就について今回は語っていこうかなと思います。そして4つ目はプレミアリーグ特集ということで、プレミアリーグ特集つってもね、ほぼほぼ動きがあるクラブっていうのは限られてますし、その辺のクラブたちがね、残りの移籍市場どういう風な動きをするのかっていう話を今回はしていくつもりです。そして最後にエンバペとパリサンジェルマンについて話して今回は終わろうかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。まずはチーム無職。夏の移籍市場が終わったとしても、フリーの選手は実はいつでも契約できるということにはなってるんですが、フリーだったとしてもね、移籍市場開幕中に移籍は終了するパターンが多いと思いますので、まあフリーの選手の中で知名度が高く実力もある選手について話していこうかなと思います。まず一人目はセルヒオ・ラモスということで、昨シーズンの序盤は非常に評判が悪く、サウジ選抜との試合ではあまりにも出来がひどかったため、おいラモス、お前はサウジに残っていいぞとかパリのファンからは言われておりましたけども、シーズン終盤のチャンピオンズリーグを見る限りしっかり活躍しており、パリサンジェルマンとラモスは契約延長するんじゃないかっていう報道も出ておりました。しかしラモスはメッシ、エンバペ、ネイマール、彼ら3人を除くと給料が一番高いという状況で、かつパリサンジェルマンはこの夏の移籍市場当初 FFP をかなり気にしていたため、ラモスはメッシと共に退団することになりました。その後の夏の移籍市場では一時期セビージャへの復帰説はあったものの、セビージャ側からそのラモスの復帰はないということが発表され、基本的にそれ以降はアメリカのクラブかサウジのクラブかという状況になっておりました。だからね、まあメッシと共にアメリカを盛り上げるのか、ロナウドと共にサウジ勢をもっと盛り上げていくのかみたいな感じでしたけども、ここ最近ガラタサライからのねオファーもあったみたいな報道もありましたので、もしかしたらラモスはガラタサライに移籍するんじゃないかという感じみたいでございます。まあ個人的にはね、セビージャへの復帰が一番見たかったですけども、ラモス昨シーズンは怪我なかったですが、徐々に怪我は増えておりますし、まあ給料はもともと高く高齢という感じになってますので、まあもうアメリカかサウジガラタサライで頑張るしかないのかなと思います。そして昨シーズンユナイテッドから退団してノッティンガムフォレストに移籍したリンガードも現在無職ということになっております。結果的にリンガードは昨シーズンフォレストでは20試合2ゴール2アシストという結果を出し、プレミアだけの成績だとね、なんと17試合0ゴール0アシストと少し残念な成績で終わっておりました。こんな成績しか残せてないので、リンガードのノッティンガムフォレストへの移籍は失敗だったと考えている方はほとんどだと思いますけど、アスレティックの報道によりますと、ノッティンガムフォレストは失敗だとは1ミリも思っていないということみたいでございます。それはなぜかっていうのを見ていきますと、リンガードはインスタグラムで970万人 TikTok でも120万人のフォロワーがいるため、ノッティンガムフォレストは彼を獲得したことにより、ノッティンガムフォレストが一部に昇格したことは世の中に浸透したんじゃないかと考えられております。彼を獲得したぜっていう報告をした動画はかなり SNS 上で回ってたみたいですしね。そしてリンガードはもともとユナイテッドっていうビッグクラブで活躍した選手だったんですが、クラブのスタッフたちからは非常に評判が良く、大スターのような大きな態度は取らず、むしろ熱心に頼まれたメディアの仕事をこなし、ファンサービスも良く、気さくな存在としてスタッフたちからは親しまれていたみたいです。また地元のコミュニティへの貢献度も素晴らしく、特に子供たちに対しては常に笑顔で接し、クリスマスには地域の病院の子供たちにクリスマスプレゼントを配るなど素晴らしい対応を見せ、スタッフたちを驚かせていたみたいです。またシーズン終盤は出番がなかったようですが、チームのムードメーカーとして試合で負けた時、チームが降格するんじゃないか
っていう時にも仲間を励まし、音楽をかけ、チームが極力暗い雰囲気にならないように彼は様々な行動をしていたみたいです。また練習にも常に全力で取り組んでいたため、クラブにとってリンガードの存在というのは非常に大きく、結果が出なかったこと以外は素晴らしかったということみたいでございます。個人的にね、兄貴のことは大好きな選手なので、まあノッティンガムフォレストではね、あんまり活躍できてないというのは知ってたんですけども、まあこんな感じでね、試合以外のことではめちゃくちゃ活躍していたということみたいですので、いい感じにね、移籍先が決まってくれたらいいなと思ってますし、どうやらねハマーズで練習をしていたみたいなので、もしかしたらリンガードがハマーズに移籍することはあるかもしれません。そして3人目の無職の話していきますと、我らがデヘアということで、デヘア昨シーズンプレミアリーグでゴールデングローブ賞を取ったのにもかかわらず、デヘアは現在無職という状況になっております。まあ一応ね、クルトワが負傷した際マドリーへの移籍報道があり、ノイアーの怪我が長引きそうだっていう報道が出た時も一応バイエルンに報道はありましたが、どれも最終的に実現することはなく、現在無職のままが続いているという状況でございます。まあ一応昨シーズンのプレミアのね、ゴールデングローブ賞を取ってたんだけど、こんなに長い間無職ということは、セービングだけじゃなく飛び出しのうまさや足元の技術が本当に重要視されてるんだなってことがよくわかりました。まあユナイテッドでの給料が高すぎたからっていうのはあるんだろうけど、ここまでオファーなさそうっていうのはちょっとショックっちゃショックだよね。そしてここ最近俺の動画を編集しているアザールも一応形としては無職ということになっております。しかしアザールはね、これまで紹介した選手たちとは異なり引退という選択肢もあるみたいですので、一応 MLS やサウジ、フランスのクラブからはねオファーがあるとかないとか報道されておりますけども、アザールはこのまま引退する可能性というのも高いという感じみたいでございます。アザール引退、まあマドリディスタの方は特に何も思わないと思うんですけど、チェルサポの方々はね、アザールの引退というとかなり思うことはあるんじゃないかなと思います。一応他のフリーの選手たち話していきますと、エビ星人、マタのおじき、バカヨコ、トゥアンゼベ、フィル・ジョーンズ、柴崎がフリーの選手の中でも有名選手なのかなと思います。ガックンが無職っていうのは結構ショックですし、トゥアンゼベもね、一時期はエンバペ止めたんだけどなーっていう感じはしてしまいます。うぃー、さあサウジ勢いきましょう。まずはサラーということで、サラー、リバプール側はサラーを売りに出すことはないと主張しており、実際昨シーズンの夏の移籍市場、サラーはリバプールと契約を更新したばかりなので、おそらくサラーがサウジに行くことは今シーズンないんじゃないかなと思います。一応なんかね、フェリックスをサラー移籍した後獲得すればええんやみたいな報道ありましたけど、本当にフェリックスがクロップのサッカーに合いますかって話ですよ。あんな激しいサッカーをね、フェリックスができる？絶対できないっていうか、多分クロップとフェリックスも合ってるかっていうと合ってないような気がするので、俺はフェリックスのリバプール行きはガセだと思いますし、サラーがサウジのクラブに行くことも多分ないと俺は予想させていただきます。まあユナサポとしては全然リバプールからサラーがいなくなることっていうのはいいことではあるんだけどね。そしてもう一人のサウジ勢見ていくと、ベラッティということで、ベラッティ、パリサンジェルマンから戦力外通告をされましたが、ネイマールとは違いまだサウジへの移籍を渋っており、まあ一部報道ではね、サウジ勢と合意しているということですけども、まあ欧州のクラブに行きたいっていうのが本音なんじゃないかなと個人的には思ってます。まあしかし欧州のクラブにね、ベラッティが行けるかというと、それは厳しい状況となっており、ベラッティがね欧州のクラブに移籍できなさそうな理由3つあるので、3つ挙げていきますと、1つ目は戦力外通告を受けた時期が移籍史上終盤であったこと。もともとねシーズン序盤からベラッティが戦力外ということになっていれば、彼の獲得に動いたクラブってのはあったと思うんですけども、移籍史上終盤で戦力外通告を受けましたので、ほとんどのクラブが補強終了しているという状況になってます。だからベラッティがね戦力外通告されたのが移籍史上終盤だったのはきつかったんじゃないかなと思います。そして2つ目の理由いきますと、パリサンジェルマンはベラッティのことを安く売ろうとは考えていないという点でございます。もう移籍史上終盤にねベラッティを、まあ例えば5000万ユーロで獲得できるクラブがあるかというと、そういうクラブはほとんどなく、大体のクラブがもう移籍金を使い切ってる状況となっております。そんな状況下で移籍金の高いベラッティが移籍できるかっていうと、それは厳しいと思いますので、パリサンジェルマンがベラッティの移籍金を安くするつもりはないことが、ベラッティの欧州への移籍を邪魔してるんじゃないかなと思います。そして3つ目は年齢が実は若くないことということで、ベラッティがあともし5年若かったらね、全然このような状況でも移籍先というのは欧州で見つかったとは思うんですが、ベラッティも若くないんだよね。だからもう積極的に取りに行こうっていうクラブは少ないと思いますし、年齢もベラッティが欧州のクラブに移籍できない理由の一つになってるような感じはします。まあとりあえずこんな感じでね、様々な条件が重なってベラッティは素晴らしい選手ではあるんですけども、欧州のクラブには移籍できそうにないと
という感じになっております。なのでベラッティの移籍先は基本的にサウジアラビアのクラブが報道されており、一応先ほどラモスの獲得に名乗り出ていたガラタサライも候補ではあるみたいなんですけども、まあなんとなくベラッティはサウジアラビアのクラブに移籍しそうという感じになっております。まあもちろんベラッティ側からね、この夏の移籍市場初期に移籍したいんだっていうことは言ってたけども、ベラッティこれまで全盛期を全てパリ・サンジェルマンに捧げてきたわけじゃん。まあ戦力外通告食らったってことだから、ベラッティもパリ・サンジェルマンに対してごめんなさいしてないのかもしれないけど、まあでもあのレベルの選手が最終的にさ、パリ・サンジェルマンとサウジで終わってしまうっていうのはなんか寂しいような感じがするし、やっぱお金が全てではないのかなとも思ってしまったよね。まあお金は超重要だし、選手にとってもさ自分の評価みたいなもんだから大事なんだろうけど、ちょっと残念というか、まあ惜しいキャリアになってしまったなと思いました。まあとにかく俺がベラッティに一つだけ言えるとするならば、ユーロ優勝できてマジでよかったね。そして3人目はコーチーノとなっており、一応ベティスへの移籍の噂もありますが、基本的にサウジアラビアの方が報道量は多く、アスレティックの報道によりますとコーチーノの給料はアストンビラの中で非常に高い方となっており、コーチーノのピッチ上での影響力は非常に落ちていることから、アストンビラ的にコーチーノの売却というのは前向きとなっているみたいです。まあ個人的にサウジに行くならベティスに行ってラリーが盛り上げてくれよとは思ってます。で最後にね、ベンゼマが監督のヌーノと揉めたみたいなので、一瞬ねベンゼマさんユナイテッドにレンタルとかどうですかとか思っちゃいましたけども、サウジがねベンゼマとヌーノどっちを切るかっていうと、まあおそらく切るのはヌーノだと思いましたので、ベンゼマヌーノと喧嘩したみたいですけども、まあベンゼマが欧州のクラブに帰ってくることはないでしょう。まあ以上がサウジ勢の大体の移籍の話になるかなと思います。さあ問題児パートということで、まあルカクさんはねかつてインテル愛を常にインタビューでは語っており、インテルも昨シーズンチャンピオンズリーグで決勝まで進んでいたことから、お金に割と余裕があるという状況であったため、ここまで来たらルカクを完全移籍で取ってやろうという感じでインテルとチェルシーは交渉しておりました。しかしこの交渉の最中、ルカクはユベントスとも交渉しており、そのユベントスとの交渉がメディアによってバラされ、インテル側は激怒。それに加えてルカクはその期間インテルの選手たちからの連絡も無視していたということみたいなので、インテル側の選手たちからもルカクは競泳 NG という存在になってしまい、インテルがルカクを完全移籍で獲得することはマジでなくなってしまいました。そのためルカクはユベントスに移籍するんじゃないかと思われておりましたが、ユベントスはそもそも欧州の大会が今シーズンはないため、ブラボビッチの去就次第でルカクはユベントスに行けるという状況になっており、その報道を受けた現地のユベントスファンたちはルカクを求めていないと抗議運動を開始。またブラボビッチはバイエルンやパリサンジェルマンへの移籍報道があり、ルカクとトレードでブラボビッチはチェルシーに行くみたいな報道はありましたが、結局どれも実現しておらず、一番実現しそうなルカクとブラボビッチのトレードはチェルシー側がね意外にも拒否していたということなので、ルカクは全ての移籍先を失い、ルカクはどうやらチェルシーのユースで練習していたみたいです。しかもそのユースで練習を始めると、チェルシーのユースにそれは失礼だろうみたいな報道が出てきて、もう本当にここ最近のルカクというのは踏んだり蹴ったりだったような気がします。そんな踏んだり蹴ったりのルカクの元にモーリーニョのローマがオファーを提示し、最終的にルカクはローマへ Here we go ということになりました。いやこの台本書いてる時はねまだ交渉し中という感じだったんですけども、まあ結果的に Here we go 出ましたので、ルカクはローマに移籍ということでございました。まあ一応形はねレンタルということなので、またルカクの去就問題っていうのはね、夏の移籍市場でルカクがローマで結果を出さない限りは話題になると思いますので、今年も随分ルカクさんには様々な面で楽しませてくれましたが、来年の夏ももしかしたらルカクさんは我々を楽しませてくれるかもしれません。個人的にねエイブラハムのメンタルはどうなんだろうかなって心配になってしまいます。チェルシーでもルカクが来たから追い出されたような感じあったからね。そしてもう一人の問題児、ジョアン・フェリックスということで、フェリックス思い返せばアストンビラからのオファーがあったのに、いや俺チャンピオンズリーグ出るんでつってアストンビラからの移籍を断り、アトレティコに残留するのはいいものの、シメオネとの関係は悪く、またフェリックス自身も練習態度が悪いため7番を奪われるだけでなく、トップチームの練習にもなかなか参加できない状況が続き、最終的にバルセロナが夢のクラブだと語ってファンからもめちゃくちゃ嫌われる存在となりました。しかもバルセロナが夢だからっていうイラン発言した後に、俺はシメオネがいる限りアトレティコではプレーしないみたいなことも言ったみたいですので、本当に最低だし、そんなやつにオファー他のクラブが出すかっていうと、まあ出さないんじゃないかなって感じだったと思います。しかしそんな彼を救おうとしているのが我らがバルセロナとなっており、まあ一応ねバルセロナっつって
ってもシャビはね守備しないからいらんって言ってるんですよ。シャビはいらないって言ってるけども、我らが会長ラポルタは彼の獲得を計画してて、移籍市場最終日にフェリックスを獲得しようと動いているみたいですので、もしかしたらフェリックスはバルセロナに来るかもしれません。まあ獲得方法は完全移籍ではなくローンということになるでしょう。バルサ強気なこと言ってるけど全然お金はないからね。しかしバルセロナはね、本当にフェリックスが必要かっていうと、これは結構人によると思うんですが、個人的にそこまで優先度が高いとは思っておりません。だからもしアトレティコがね強気な給料やねローンでの費用を求めてきた場合はバルセロナ撤退するんじゃないかなと思います。いやでも本当にこの件に関してはね、アトレティコに同情しかないので、フェリックスのバルサへの移籍がなくなったのであれば、サウジがねアホみたいな値段でフェリックスを買ってあげてアトレティコを潤してほしいなと思いました。まあ最悪サウジは9月20日まで動いてるみたいだからさ、サウジが買い取れば冬の移籍市場で足りないポジションアトレティコ補強できるわけでしょ。そう考えたらまあそれはそれでありなのかなとかも思ってしまいました。さあここからプレミアリーグの話していこうかなと思います。今プレミアリーグの中で一番活発なのはユナイテッドということになってますので、まずはユナイテッドの現状を見ていこうかなと思います。一応ユナイテッドハーマーズと3500万ユーロでマグワイアを売却することに合意しており、マグワイアが納得すればそのマグワイアの移籍金でパバールかトリボを獲得するということが計画されておりました。しかしマグワイアが何を思ったのかハマーズで移籍することを拒否し、このマグワイアの移籍は成立することはなくなりました。マジでマグワイア、クラブのことを思うんだったら今移籍するのがねベストだと思うんですけども、まあマグニ的にはいやいやそれは違うよってことだったみたいなので、まあこの取引が成立しなかったことは個人的に残念だなと当時思ってしまいました。しかしハマーズのマグワイアへの興味はまだ失われておらず、本当にここ最近ハマーズがもう一度ユナイテッドに連絡を取ったみたいですので、これまでの3試合マグワイアは全く試合に出ておらず、ほぼほぼ戦力外という状況になってますから、今回再びハマーズとユナイテッドが合意さえすれば、もしかしたら今回マグワイアはハマーズへ移籍するかもしれません。ちょっとこれは期待できるっていうか、もうマグワイアが出ないってことはもうなんとなく分かってるんで、もう出ないのであればもうちゃっちゃと出てった方が本人的にもいいし、まだイングランド代表でのユーロとかもあるんだから、マジでマグワイアハマーズに行って個人的には活躍してほしいなと思ってます。そしてもう一人の方見ていきますと、マックさんも一応移籍するんじゃないかと報道がちらほら出ており、アスレティックによると今回の夏の移籍市場序盤、またもやハマーズがマクトミネに対して3500万ユーロのオファーを出しており、マックさんは移籍するんじゃないかみたいな状況だったらしいんですけども、我らがテンさんはね、マックさんを売るんだったら最低でも4500万ユーロっしょっていうスタンスだったことから、そのオファーを拒否し、そのオファーをハマーズは拒否されたことから、マクトミネへの興味を失ったということみたいでございます。いやこれはマジで事件っていうか、いや3500万ユーロよテンさん、ハマーズ噛みすぎないか。ここ最近のマックさんってさ、めちゃくちゃ活躍してたかっていうとそういうわけじゃないし、ここ最近の活躍を考慮するとぶっちゃけ2000万ユーロぐらいがまあ取れていい方かなみたいな感じじゃん。そんな状況なのにハマーズは3500万ユーロでオファーしてくれたんだよ。それだったらハマーズに売っとこうよテンさんって俺は思ってしまいました。まあマグワイアみたいにマックさんが拒否する可能性っていうのは全然あるんだけどね。でもマックさんを移籍市場早めに売って3500万ユーロで獲得しておけばさ、エドソン・アルバレス移籍金3800万ユーロよ。まあもちろんユナイテッドがね彼にオファー出した場合、ユナイテッドブランドがあるから最終的に5000万ユーロぐらいかかった可能性っていうのは全然あるけど、3500万ユーロでマックさんが売れたんだったらそこは売っとこうよって俺はマジで思ってしまいました。だってどうせちょろっとしか出ないんだぜマックさんも。まあとりあえずこんな感じでね、ハマーズからの興味はあったものの現在退団する可能性はないって感じでしたが、まさかのドイツ王者からマックさんへのオファーが来て、俺の中でねマックさんって全然評価高くないけど、テンさんはねマック売るなら4500万ユーロって言ってたし、分かっている人からするとマックさんのポテンシャルというのはまだ存在しててめちゃくちゃいい選手なのかなとも思ってしまいました。こんな感じでねバイエルンはマックさんに興味があるみたいなんですが、一応移籍の形としてはローンが濃厚ということになってますので、個人的にはね移籍金欲しい感じはするんですが、ローンの場合どうやらバイエルンはねライアン君をローンでユナイテッドに貸してくれるかもしれないということみたいなので、マックさんのローンとライアン君のローンが決まればね両方ともウィンウィンな可能性高いじゃないですか。なので個人的にはマックさんローンで出てってライアン君がローンで来てくれたらいいなって俺は思っております。いやマジでまさかの展開すぎて俺はビビってるし、まあこのマックさんのローン報道はちょっと話が良すぎる
ているので俺はないんじゃないかなと思ってます。そしてミスター個人合意ことアムニーということで、アムニーはなんか昨シーズンのフレンキー vs ユナイテッドを思い出すよね。常にユナイテッドは昨シーズンフレンキーの獲得に楽観視してたけど、アムニーはまさかのフィオレンティーナと戦っているという報道がめちゃくちゃ出てきてて、もはやアムニーのユナイテッド移籍はネタになりつつあるんじゃないかなと思っております。まあでもアムニーがここまでねユナイテッドに移籍したいっていうのを見せてくれるのは意外でしたし、まあもともとアムニーはねテンさんの教え子ということですので、ワールドカップの活躍もまあまだ覚えてますし、アムニー来てくれたら嬉しいなと思ってます。カズミロが微妙だしね。まあ個人的にユナイテッドはねあえてアムニーは放置してるんじゃないかなと思ってます。一応ヘンダーソンがクリパレに売れたということになってるし、まあマウントの移籍の裏話でも話しましたけど、今回のユナイテッドのフロント陣営足元を見られないようにかなり慎重に交渉を進めているということみたいですので、アムニーのことはねいつでも獲得できるぜって感じなのかもしれないですけども、あえてアムニーをじらしているのかなと思ってます。さりげなくアムニー契約2024年までとなってるし、フィオレンティーナ的にもねあんまり強気に出るというよりかはできるだけ売りたいっていう状況だと思うから、アムニーの獲得が遅れているっていうのはあえてな感じがするので、俺は別にイライラしないし、まあこれはこれで成長って感じがするので俺はいいんじゃないかなと思っております。一応そんでね、ミスタードニープレシーズンでいい調子でしたが、まあほぼほぼ移籍することが濃厚となっており、ここ最近報道は少ないですけども、どうやら最終日にソシエダに移籍することが濃厚という感じみたいなので、まあこの辺は待つしかないのかなって感じです。まあミスタードニーは売れなかったとしてもまあ戦力になりそうだし残してもいいような感じはしてます。そんで獲得の方を見ていきますと、どうやら左サイドバックルークショーが怪我してしまい、マラシアも怪我ということで、まあその二人が怪我してるんだったらね我らが下部組織のアルバロ・フェルナンデスやって感じはしますが、アルバロ・フェルナンデスはどうやらグラナダへのローン移籍がほぼほぼ決まりそうという状況みたいなので、現在左サイドバックをユナイテッドはローンで獲得しようと動いているみたいです。まあそれならグラナダへのローン移籍を中止してアルバロ君と今いるダルトを使ってどうにかせいやとは思うんだけど、まあ天さん的には多分アルバロ君いやもうちょっとレベルアップしてからってことなんでしょうし、まあこれは仕方ないのかなって感じです。一応候補はククレジャと飲酒運転ウェイユニキレギロン、この3人ということでございます。いやもうぶっちゃけこの3人だとククレジャ一択だなって感じだよね。飲酒運転ウェイユニキはもう本当にひどいよ。あのクラブのイメージ的にとかそういうこと言ってる人いるけど、マジで戦力になんないと思うよ。いや俺もうバルサで見てんのよ、飲酒運転ウェイユニキがどれだけひどいかっていうのは。だってもうマグワイアバリに遅いし緩いんだぞ、サイドバックなのに。しかも攻撃性能もまあ多少クロスはいいのたまに上げるよ。でももうそういうことじゃないのよ、ほぼアレックステレスの劣化なの。もうだからもうマジでアロンソが候補にいるのが信じられないし、アロンソに2年契約出したって報道を見て俺はマジで発狂しかけた。マジでユナイテッドのフロント陣営バカなんじゃねえのってなんか悲しくなったので、もう本当にアロンソの獲得だけは勘弁してほしいって感じです。いやでもマジで俺こんなこと言うと本当明日の朝全然家の前にアロンソの車が止まってる可能性あるからな。マジで本当に気をつけないと、マジでアロンソとドライブしに行くことになるから、これ以上飲酒運転ウェイユニキのことについては触れられないけど、マジでアロンソの獲得を目指しているユナイテッドのフロント陣営はアホなんだなって思ってます。とりあえずユナイテッドの話は以上となっており、ここからはね他のプレミアのクラブたちの話をしていこうかなと思います。一応他のプレミアのクラブのことはねあんまり詳しくないので、まあ今回アスレティックがねこの夏の移籍市場どう動くかみたいなのをまとめてくれてたので、まあその記事の一部分を引用させていただきながら話をしていこうかなと思います。まずはアーセナル。アーセナルは獲得したティンバーが負傷し、ティアニーがソシエダに移籍してしまったため、セドリック、タバレス、ペペラが売れれば守備陣営を強化する可能性というのはあるみたいです。まあもうバロ軍くんもねさりげなくモナコにいい値段で売れてたので、詳しいアーセナルの財政状況は知らないけども、最終日付近に守備陣営のサプライズみたいなのはもしかしたら起こるんじゃないかなと思います。てかバロ軍マジでいい値段で売れてたよね。下部組織の選手はああいう感じでうまく売れるのは羨ましいっていうか、まあユナイテッドももうちょっと学んでくんねと思ってます。まあ今シーズン頑張ってる方だとは思うけどね。そしてチェルシーはオドイが売り出されており、プレシーズンなどで他の選手たち活躍してるみたいですが、ギャラがチャロバ、バシールらにもしオファーが来たのであれば売却を前向きに考えているらしく、ポチェッティーノは前線の選手が一人
人欲しいと考えているみたいです。ちなみにその前線の選手の獲得候補はスミスロー、ハフィーニャ、シャークということになっており、まあバルセロナファンの意見だと、まあハフィーニャをね8000万ユーロとかで買ってくれるんだったらチェルシーの動画1本出してもいいぐらい俺は喜ぶっていうか、まあ嬉しくなってしまうような感じはします。そしてスパーズ見ていくと、スパーズはエンドンベレ、レギロン、ダイヤー先輩、ダビンソン・サンチェス、タンガンガ、スペンス、ロリス、ホイビアを売りに出しており、彼らが売れた場合前線の選手、特に左ウィンガーとセンターバックを獲得する予定みたいでございます。とりあえずスパーズはね獲得したい選手はいるけども売ってからみたいなバイブスみたいなので、残り何日かで誰かが売れるのを待つという感じなんじゃないかなと思います。とりあえずこんな感じでね、一応ユナイテッド以外のビッグシックスで動きたいクラブはアーセナル、チェルシー、スパーズということになっており、他のビッグシックスはもう十分じゃねっていう感じみたいでございます。リバプールはもう遠藤の獲得で満足してて、シティはウルブスのヌニス獲得して終了で、ニューカッスルはもう誰かしら売れればいいやみたいな感じらしいから、もう本当にプレミアの方面はこのクラブたち以外はおとなしいんじゃないかなって感じです。うぃー、さあ最後にエンバペとパリサンジェルマン見ていきましょう。アンチェロッティはもう補強はしないと言っておりましたが、ビニシウスが負傷し、そのビニシウスの負傷は6週間が予定されているみたいですので、もしかしたら土壇場でマドリーがエンバペにオファーを出す可能性というのはあるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ可能性としては低そうだけどね。で、今回のマドリーとエンバペのことを振り返っていきますと、マドリーはあれだけエンバペを獲得するんじゃないかと報道されておりましたが、実はマドリー一回もオファーを正式には出してないみたいですので、土壇場でねマドリーがエンバペにオファーを出すかっていうと、マジで可能性としては低いんじゃないかなと思います。またエンバペの方も見ていきますと、エンバペはネイマールが退団して以降試合にも出て活躍しており、スカイスポーツ曰く亀太郎とパリサンジェルマンは契約更新の協議中らしく、またエンバペの親友であるチュルキもパリサンジェルマンに加わるんじゃないかと報道があり、パリサンジェルマンとチュルキの代理人は交渉中ということみたいでございます。またチュルキの代理人はエンバペのお母さんということみたいなので、エンバペはパリサンジェルマンの一応 CEO ということになってますから、チュルキのパリサンジェルマン移籍は濃厚なんじゃないかなと思われております。またチュルキだけでなくコロムアにもねパリサンジェルマンへ移籍することが濃厚となっておりますので、これまでパリサンジェルマンの前世はメッシ、エンバペ、ネイマールっていう、まあエンバペと南米の大スター2人ということになってましたが、このままだとエンバペ、コロムアに、デンベレのフランス人3トップになれそうですし、チュルキが来た場合はねフォーメーションが 4-2-3-1 とかになれば前線の選手たち全員フランス人となりますので、エンバペ的にはね年上の南米のスターたちとやるよりかは、エンバペにとってパリサンジェルマンは相当やりやすい環境になるんじゃないかなと思われます。ここまでねエンバペがやりやすい状況が揃ってしまうと、どう考えても残留するやろっていう感じがしてしまいますし、てかネイマール退団から明らかにね全てのパリサンジェルマンの行動がエンバペ寄りになってますので、この動画で、ね、詳しく話しましたが、エンバペがネイマールを追い出した説みたいなのはガチなんじゃないかなと思いました。てかもうこの感じだったらもうパリサンジェルマンっていうよりキリアンジェルマンって感じするよね。ちなみにエンバペはねこんな感じでパリサンジェルマンを牛耳ってるような感じがしますが、キャプテンは現在マルキーニョスが選ばれており、副キャプテンはダニーロということになっておりました。だからねフランス代表ではエンバペキャプテンですけども、パリサンジェルマンではまだキャプテンじゃないという感じになっております。まあでもこのエンバペのねパリサンジェルマンでの幅の利かせ方を見ると、マルキーニョスはもともとネイマール派閥だったということが報道されてましたので、もしかしたら今シーズンのベラッティみたいにマルキーニョスはパリサンジェルマンと今年契約延長したばかりですけども、マルキーニョスがパリサンジェルマンから出ていくみたいなことは来年の夏ありえるのかなと思います。まあマルキーニョスレベルだとビッグニュースになるけど、ダニーロとかがね冬の移籍市場で急に追い出されるみたいなことはありえなくはないのかなとか思ってしまいます。ちなみにエンバペは第4キャプテンで、第3キャプテンはキンペンペとなっております。まあ以上で夏の移籍市場終盤に起こりそうなことは話し終えれたんじゃないかなと思います。あと 2,3 日だけなのにね、こんだけいろんなことが動いているわけですから、マジで毎日毎晩サッカーヘッズの方々はツイッターを開くのが楽しみだと思いますし、移籍報道、移籍関係を扱っている YouTube を見るのも楽しみだと思います。とりあえず様々なことが起こりそうということなので、まあユナイテッド、バルサ、マドリー、この辺のクラブ、まあ僕が担当しているクラブに何か起きれば、まあできるだけ早く動画にしようと思ってますし、その3つのクラブが好きな方はまあこのチャンネルを登録してても面白いんじゃないかなと思います。またビッグディティールがね成立した場合で、かつ裏話があった場合はまた動画にしようと思ってますので、裏話が好きな方もぜひチャンネル登録してくれると楽しいんじゃないかなと思います。まあ以上で今回の動画を終わろうかなと思います。この夏の移籍市場、様々なことを動画にしていきました。見てくれた皆様のおかげでチャンネル登録者数かなり伸びましたので、今後ともまあ夏の移籍市場が終わってもまあ様々な欧州サッカーの情報を取り上げさせていただきますし、今後はね情報を取り扱うだけでなく、結構いろんな
検証シリーズやっていこうと思ってますので、本当にサッカーが好きな方はチャンネル登録してくださると幸いです。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の新動画でお会いしましょうってことで、おーやーチャ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